術は成功したみたい。多分ここがメカナルト君の心の中だよ。じゃああとはキュービモードを倒せばいいってわけだな。日向さん、それにナルトも。お前もいるのか。ってそりゃそうか、お前の心の中だもんな。どうしてここに。私たちメカナルト君を助けたくて。僕を、そう、それはとても嬉しいですが、でもここは危険です。今はあいつが支配してて。だからそいつを倒しに来たんだよ俺たちは。え、ナルト君の言う通りだよ。でも本当にあいつは危険で。お前は俺たちを信じないのか。し、信じている。でもここの中では奴はさらに強くなってて。いた。ノーマルモードの言っていることは正しい。俺様は最強無敵だ。でけえ。まさかここまで入り込んでくるとはな。愚か者どもめが。外ではノーマルモードが邪魔して本当の力を出せなかったがな、ここでは違うぞ。この力を出せる以上、貴様らなど虫けらにしか過ぎん。やっぱりダメだ、奴には勝てない。ダリは逃げろ。俺が何とか奴を止めておくから。バカなことを言ってんじゃねえよ。うん、あいつを倒せばお前は自由だ。あいつを倒せばまたお前は元に戻れる。ナルト、あと、もう少しでお前は苦しまないで済む。バカなやつめ、貴様らごときがこの俺様に勝てるとでも思っているのか。ああ勝てる。大切なものを守るとき、人は本当に強くなれる。なんだと。仲間を助けるためなら俺はどんな相手でも戦う。どんなに強くても、どんなにでかくても、諦めることはしねえ。絶対に勝つ。ザレ言を抜かすな。貴様が守ろうとしているやつはただ震えているだけだ。そんなやつのために戦って何になる。震えてる？何見て言ってんだよ。俺の知ってるメカナルトは俺の隣で戦う準備ができてるぜ。貴様、俺も同じ名前を持つ者としてお前にだけ任せるわけにはいかない。相変わらずそういうとこは態度を変えねえのな。揃いも揃ってバカばかりだな。いいだろう。ならば貴様ら全員この俺様が仲良く葬ってくれる。さあ行くぜ。でも勝てる。行くぞ、キレた、メカナルト、超ビーフィーフィーフィー。この強大な俺様を前によくもそこまで吠えることができるな。いいだろう、貴様らには完膚なく解決を教えてやろう。
そんな俺様が俺たちの勝つ。これでメカナルト君は助かるんだよね。これで俺は自由。日向さん、ナルト。おい、やったな。認められるか。そんなことあってたまるか。起動プログラム確認。最終装置起動。お、これは。お前ならわかるだろう。まさかあの装置を。そうだ、自爆装置を起動させた。このメカナルトの体はあと数分で爆発する。そんな。俺はただでは消えん。貴様らもろとも道連れだ。メカナルト君、どうすれば自爆装置を止めることができるの？おい、あるんだよな、装置を止める方法が。ないんだ。止める方法は、一度でも装置が起動すればもう。嘘だからって諦められっかよ。まだだ、まだ方法が。なんだ、何が起こってる。多分これ術が切れかかってるんだと思う。そんな、これじゃ。ナルト、日向さん。おい、何でもいい、さっさと方向を教えろ。ごめん、本当に方法がないんだ。